りあえず最初わからないんで、まあそこ取りやすい 60g ぐらいかとか始めて楽に取れるようだったらもうちょっと軽くするとか。何分も走れないんでしょ。5分ぐらい。それはない。それはない。さすがに20分ぐらい。後ろからキャビン入れますんで、はい、多分広野の方に南に走るんじゃないかなと思うから40分ぐらいは走るんじゃないかな。参りました。富岡沖に久々のマダイ釣り。最初50かって50、40、30ってセットしたから最初50でやってみて、まあ、ちょっとどんな感じか潮の流れと。よいしょ。水深30m。まずはスーパーとテラ流して、なんかサワラでも釣れそうな水色だな。匂ってて、今日はですね、久しぶりに福島県の富岡沖で、今日はマダイを狙いにね来てますけども、もう今1投目でちょっと小ぶりですが本命マダイちゃんゲットです。びっくりしましたね。もう1投目ですよ、ね、まあどうなることか分かんないですけど、とりあえずこんな感じで頑張ってみます。このサイズ見てな、これいよいよちっちゃい自分なのといいかもしれないんだよね。でね、今タイ、まあ、ちょっと小さいやつ小ぶりですけど釣りましたけども、これいつも僕が使ってるロッドです、レンジスティックタイメタルの 69BTI、 2種類ある調子のうちのこちら柔らかい方なんですけども、これをね普段はタイ釣り使ってますけどね、今ちょっと新たなロッドをちょっと作ってます。で今、まあ、世の中的にもっていうかこのスーパーライトジギングっていうの流行ってて、タイメタルこれも一番軽いところだと 20g まで今現行あるんですけど、 20g、30g っていう軽いものを今までのこの P15 を使ったこのマダイタックルで使うとちょっと操作しにくいっていうところもあったので、ちょっと変えます、今これまだプロトロットですけども、
20g、30g を主に使う時用のさらにちょっと柔らかめで、かつこれはマダイ専用ということではなくて、例えば仙台湾なんかでやってると冬場の最近メバルのジギング、これはちょっと僕好きでやり始めてるんですけども、今日はこれ今 P0.65 を巻いてますけど、今だいたい04から06ぐらいの P 使って、まあ、ショックリーダーも今日はこれ、8ポンドのフロール使ってますけども、ちょっと細めのタックルで、よりライトに、繊細に。これがですね、仙台湾なんか夏場タイやってて全然潮動かないような時、なかなか 40g ぐらいのジグでやってるとこう真っ立てに立っちゃうような時、そういう時にやっぱり 20g ぐらいのジグでやるといい角度が入って、食いしぶりの時も意外といい釣果、ここのところそれで上げてます。今ねちょっとタイもちょっとちっちゃめの釣れたんで、よりちょっと小さめのジグにすることによってさらに食いが上がらないかなと思って、ちょっとこれ試してみたいと思います。天矢竿でもいいんじゃないかって人もいるんですけど、やっぱりちょっと天矢竿ですと先がちょっと柔らかすぎてジグのアクションを殺しちゃうんで、ちょっと先は天矢竿よりしっかりめで、先しなやかなんですけど、マダイにきっちり腹筋を入れるために胴はかなりちょっと強めに作ってあります。今一気に20までは下げないで、さっき 50g で釣ってたんですけど今 30g にしてます。結構ちょっと潮効いてますね。だいぶこう流されてきます。用意してるだけだから。ちょっと上の上っ面と下の潮が合ってないね。シアンカー入れちゃうと。お、平本さんヒット。来た。タイじゃない。タイ。なんか去年の冬の映像に似てますね。似てるね。立ち位置も。立ち位置も一緒だね。いいんじゃないか。多少出るでしょ。多少出ますね。何グラムですか。今60で。あのサイズだな。カモ、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 カやりてぇ。ちょっと上に引いちゃうとやっぱりいなじゃないし、あと 10g だけ重くする、やっぱちょっと微調整必要だから40でいこうかな。ちょっとこれつけていいか。タイメタルってほんとデッドスローのただ巻きで釣ってくルアーなんで、やっぱ潮にうまく乗せることが一番のこう肝なんですよ。今隣でも 60g で釣ってたんですけど、僕ちょっとタックルが細いんでもうちょっと軽めでもいけると思うんで、ちょっと 10g ウエット上げてみます。この 10g 刻むことによって釣果に大きく影響するんで、ローテーションさせながらまた潮の流れとか風の吹き方とかに合わせて下がっていくっていうのが大事ですね。重いのに戻した。また早くトンとつけて立ち上がり早くするように。お、来た。おお、またタイ。タイだね。やっぱりかなりゴミ流れてるな。はい、ああ、タイだ。あ、船長。かかってるかかってる、入れがかりだな、反対側。はいかな。
おお、タイだ。お、起きたから。タイ。ゆっくり。トラが強いじゃないか、また。結構いいんじゃないの。いいね。いいね。結構いいかもよ。タイだね。マジで。パパーマです。やったやった。おお。上げた。はい、おめでとうございます。上げてみました。ということで、この体重でも40だね。40グラム。キロサイズですね。40グラム。また来たの。誰マッサージとかしてんの？うわあ、すりてーこれ。はい。よっ。おお。楽しそう。前回来た時もだけど、この辺はあんまヒラメって釣れないんだね。いや、なんかヒラメも大きいに出てちゃう、うん、ああ、出てたんだ、やっぱり。よし、ちょっといたずらしてみっかな。じゃあな、何グラムでやっても一緒なら軽い方がいいな。表層流れすごい速いよね。表層だけなんですよ。風かな。ボトム流れてないんだよね。軽くすんの？30にする。またいや、何グラムでやっても結局表面の糸取られちゃうと、そうだよね、立ち上がり遅れちゃうから、ね、ダメだと思って。よいしょ、落とし込み釣り。どっちみち上っ面取られちゃうからさ、糸さ。だからもう軽くしたわ、流れてないから。いやー、軽くして一発目食ったけど、何これ、稲田か鯛か。あ、鯛っぽいかな。やっぱり鯛小さいとし、あれかね、シルエット。よし、やっぱシルエット小さい方が、小さい鯛は食うかもな。今30使ってんの？うん、まあ俺 P08 だからな。40ぐらいでいいんじゃないの、おそらく。今40使ってました、うん、なんかこの表層のたるみがね、邪魔してるよね、うん、そうそうそう、スピニングどうしても惰性出しちゃうんで、 50g ぐらいにした方がいいんじゃない。そう、うん、やっぱ立ち上がり遅いと、あの糸ふわーっと吹けてボトムタッチちょっとボケちゃうと、ボケるボケる、ちょっと巻きが遅くなっちゃうじゃないですか、タッチしてから。だからもう立ち上がり早くするために、まずそれ優先させて、ちょっと重くさせて。さよか、うん、来た、でかいの。あ、でかそうだな。でかいの。ちょっと待ってね。ちょっと待ってよ、行くからね、今待ってね。青なの？サメ？あと20メートル？ちょっと行く。今日は船長が釣る日だからね。いや俺はいい。叩いてんの？これ何ですかね？いや、タイなんじゃないですか？タイですかね？タイこういう引きするんだけど。あら、あ、ソイか。あ、ソイだ。ソイなんかもうすっかり頭の中からなかったよね。ソイか。そっか。何釣れたの？ソイ。ソイ。ああ。お、なんか、お、良さそうじゃないですか？値上がりした。値上がりじゃないでしょ、それ。いや、魚でしょ。魚だよ、それ。間違いないでしょ。ドラム出してくださいよ、ちゃんと。でかいっすよね。でかいでかい。ドラム調整ちゃんとしてて。あら、釣ってますね。あ、すいません。タイラボっすか？タイラボ。やばいやばい、上がってこないこと。これで俺逃がしたら恥ずかしい。え、大丈夫。あ、逃がしたら使わないから。
なんかタイじゃなさそうな気がするけどな、ヒラメ川。なんでしょうね、あまりタダがないっていうか、なんかすんなり上がってきたぞ。なんでしょう。なんだ、ヒラメか、やっぱソイ系だと思うんだけどな。ヒラメだ。ヒラメだな。よし。今年初めて釣った。今年初めて。この時期はいいよね。なんか後ろで上がってんのかな。よし、おお、いいヒラメだ。いいヒラメだね。このくらいの頻度で連れてくれればちょうどいいよね。ヒラメも今日はね、うん、いたね。いましたね。したね。深場に行ってないね、まだね。残ってんだから。残ってるね。でかいヒラメということで、じゃあちょっと持ってもらいましょう。大体70アップですね。72、3っていうところですね。ヒラメ、平場でした。この時期のヒラメはいいよね。いいね、最高だね。ヒラメもいいな。さあ続き、さあこの 10g の違いがどう出るかだね。うん、ちょっとね、上潮がすんごい後ろに流されるでしょ。でもどっちかっていうと自分は前に行ってんだよね。そう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 。あ、全然違うよね、子供たちの感じ方がね。前に行くというか投げたとこにとどまってる、ね、うん、そう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 。一発だ。タイ、タイかな。やっぱり全然違うんだね。タイだね。タイだ、タイだ、タタリだ、タタリ。ね、やっぱりその10グラム重かったのよかったでしょ。違うね。タイだよ。もうこう追っかけるってからさ、落ち込みでさ、立ち上がり入るとパッと来るから、これ一回上げないとダメだな、これ。タイですね。あ、もう良いんだよ。はい、今度こっち、今度こっちなの。これタイなの、タノさん。これワラサ、ずいぶんでもそっちに行きたがんね。あ、見えてる。あ、なんだそれ。なんだ。カメだ、カメだ。勘弁してよ。あー、やばいよ。カメだ、カメ。これ違う、でもこれ途中だらけでいいか。あー、青ザメだ、青ザメ。最初の形はタイ。曲げねえわ。いや、大丈夫です、大丈夫です。ちょっと後ろ向いてやった方がいいです。マダイが食われた。間違えないわ。最初と思ったんだよ、叩き方が。だってこんなに重くなかったもん、最初。入れない。タイ食われちゃったよ。疲れた。変わる。あ、疲れた。何タイ？よいしょ。ああ疲れ、やっぱ2日連チャンだと疲れんだわ、これ。メバルかな。ああ、美味しいやつだ。まずい。あら、タイですか。タイです。余裕だな今日は。あ、後ろでも当たってるもん。後ろって反対側ね、船長。タイです。はい、綺麗なタイでございます。
騒がしてね。いたずらいたずら。ああ。来てる。ニラだから多分。でしょ。青ですよ。だよね。タイ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 。え？タイでかい。タイなの。はい。締めだ。締めだ。締め。無理くりだ。嘘。タイ。タイだったの？緩まってる？緩めて。おお。だから俺じゃないですか？俺だったんだよね。つったのね。だから青なんだに。チキショー。お、茨城さん。北山だ。タイっぽいね。タイだな。あ、ここが。おお。綺麗。おお、もったいない。もったいねー。タイ。ほぼ、もったいなかった。ほぼか。おお、やった。おお。いいぞ、いいぞ。来た、また来たかったのか。こんな味かな。ちょっと何個かいいかな。まだ大変な、サンドさん。大変ですよ。いいね。今食い上げたよ、巻いてて。はい、まあそうですね。あれですかね。これがあるからな、最後までわかんねえのが釣りだよね。じゃあこういう感じ。はい、じゃあそういう感じで。じゃあ釣りまーす。はい。オッケー。よし。おお、入れがかりだな。はい、入れがかり、入れがかり。入れがかりだ。もうすげえ、めっちゃ釣り当たりましたもん。遠藤さん、入れがかりだぜ。いいことですよ、いいことですよ。ああ。タイヤちゃん、これもタイ。よいしょ。やっぱね、角度がすごく今良くなってる。さっき早すぎてさ、手焼いてたけど、私もちょっとだけ緩んで、いいぐらい角度入るようになってきたから。おーおお。さっきまでね、ちょっと底取りに手焼くぐらい流れてたけど、今そこがちょうど取れるぐらいになってきたんで、やや重めは使ってんだけど。はいですね。はい。ありがとうございます。いいサイズだ。しかしあんな口使いがすんだろ。はいな。でかいと思う。あなたと反応は使わないですよ。ほんと。走るし。まだこういうのでさ、釣っちゃうとさ、もうたまるんだよね。成長さを貸して